皆さん、こんにちは。モレノです。本日は、モーメンツディバラについてレビューしていきます。大変お待たせいたしました。ちょっとね、レビュー撮るのに手こずりました。で、えっと、この選手、作成コストが現在20万コイン弱ぐらいかな。17、8万ぐらいで作成できると思います。で、91の最低レートが、まあ、オブラク・レバンドスキーが7万、8万と考えると、かなり安価に設定された印象が見られます。あの、まあ、それこそこのカードが市場に出てたら、 まあディバラの人気を考えるとまあロナウドとミドリーですしまあ40万ぐらいはしてたカードなのかなと思いますと的にもかなり優れたものは持っているのでただまあ実際にねどれぐらいのまあ強さを見せられるのかまあ ディバラの場合、逆足が3なので、そこの弱点というのが1つどうなってくるのか、いろいろ見ていきたいと思っています。身長177センチのミディアムミディアムの選手ですね。ここら辺がねどうね影響してくるか、実際今作に関しては僕はディバラはがっつり使ってないので、本当に初めてレベルがな、ここまでがっつり使うのはねで、どういう影響が出てくるか。で、利き足、左足です。で、フォースタースキルムーブの3スター、ウィークフットですね。 ここのね、逆足さんっていうのはちょっと残念ですね。4に上げてほしかったですね。まあ4に上げてたらね、30万40万してもおかしくない SBC だったのかなと思います。で、えっと、スタッフ見ていくとね、かなり強いです。まあドルベル値94かベースであったりパ、パスが92とかあって、で、えっと、まあただね、積極性が51しかなかったり、 まあちょっとどうかなと思うサツも多いですドリブルサツのリアクション冷静さも87とまあアタッカーにしてはちょっと物足りないのかなとも思いますそのまあどこまでねこの選手を比較するかっていうあの ところも気にはなってきますが、それこそ超一流の選手たちと比較していくならそこら辺はなもの足りないかなと思います。で、今回ほとんどハンターつけています。実際にフィニッシャーを使ったのは最後の2試合ぐらいかな。なぜかというと、まずハンターをつけた理由としては、やはりペース、ダッシュ速度が86しかないので、そこをね、96まで持っていくためにペースを1回上げました。まあ、ただちょっとドリブルを上げたフィニッシャーだったり、まあ、エンジンみたいなケミストリースタイルでどういう動きをするのかっていうのもちょっと見たかったので、 最後の2、3試合ぐらいかな、フィニッシャーつけています。で、ハンターつけた時のね、あの、やっぱりシュートスタッツっていうのは少し物足りなさはおそらくあると思います。88から10も上がらないので、で、そこら辺のどのぐらいシュートを打てるのか、まあ逆やつさんとのバランスっていうのを見ていきたいですね。で、トレードとしてはね、高精度だったりアウトカーブを持っているので、まあシュートを打つ分には困らない選手だと思います。で、今回使っていくチームこちらですね。 あのね、今回のレビュー苦戦した理由、まず一つキーパー。キーパーってやっぱり弱いとね、とことん弱い。失点が1.5倍くらい増えるんで、あのね、少しの間でも、ちょっと試合する方は、絶対的にね、88球ぐらいのキーパー。まあ、リーガンに関してね、たくさんいるので、買った方がいいです。全然変わりますね、やっぱり。あの特にね、ディビジョンライバルスみたいなトップテ0の選手と相手と対峙する時にはね。で、あともう一つはね、ケディラ。<laughs> ケディラめちゃくちゃ弱い、今。あの、センターバックね、今週のアップデートで、 カウンターが強くなったと、まあ、先ほどの動画でお伝えしたんですがあのケゼンみたいなペースが、ね、80しかない加速が80しかない選手だともう何にもできない、うん、あのもうセンターバックもペースが923、えー、なきゃいけない時代になってきたなバランでも少し物足りないぐらいで、まあ、理想は本当にクレイバーだったりタバレニエみたいな選手をセンターバックとして置かないとあの もう5三系のノーマルカードで追いつかないなと思ってきたので、まあ、ここら辺がねすごくね苦戦しましたねケリアで使っててで今回使っていくポジションは、えー、といろんなポジション使いました4二三一の、ま、ずストライカートップ下そして右ウィングあとは、えー、と4三三のインサイドハーフえっ、ー、と今、まあ、ちょっと変になっちゃったんですけどまあここの位置ですね であたりあとはートップ4312の2トップストライカ、えー、とあとはトップ下ですねまあどこが果たして適正なのかっていうのも見ていければなというふうに思っていますアタッキングポジションならねどこでもできる能力ポテンシャルっていうのは持っていると思いますでは早速ですが始めていきますではまずドリブルから見ていきますこの選手がディバラですねドリブルに関してはほぼ完璧でしたねまあなぜほぼっていうのかは まだ改善の余地があるかなと思ったんです。あの十分にね。足に吸い付くドリブルはしますし、細かいドリブルもできるんですけど。まあスタート的にもね。あのまだ99ではないので。この後フィニッシャーつけていったんですけど、まあ非常にね。安定したドリブルができる選手だなと思いました。ここは素晴らしいシュートでしたね。まあ、オフサイドでした。けど、同じには？ でえっと、オフザボールの動きを見ていきます。えっと、中央にいるのがディバラですね。オフザボールの動きはすごく典型的だなと思いました。でトップ下に置いた時の,あの印象としてはどちらかというとトップ下っていう選手っていうよりもそのセカンドトップであったりストライカーツートップみたいなポジション取りをする選手だなと思いました。これに関してはね、好みはすごく分かれると思います。例えばをを普段使っててて攻撃の組み立てをより安定して させたいたたいいいめにににシフトトした時にディバラをトップ下に置いてもあまり違いがないいと思いますなぜかというとトップ下ではなくてこの選手はどちらかというとストライカーと同じ動きをトップ下の,あの位置でもしますあのトップ下の動きをするのはどちらかというと守備に下がった時のみなのでこういった時にまあオフェンシブな時に、うん、もう本当にストライカーと同じような動きをしちゃうのでそれはね好み分かれると思います、まあ 正直ね、ディバラに関しては僕はね、もう少し組み立てしてほしかったかな。逆足さんなので、最終ラインにいてもちょっと弱点があるので、まあ、いてほしかったなんで、ここのシュート惜しかったね。まあ、彼のね、高精度っていうのは非常に魅力的でしたが、あの、シュートに関しては、すごくね、惜しいシーンが多かったんですよね。なんだろう。決して、無謀なとこから打ってるんで、 まあ無謀なとこっていうよりも、ここを打ったら面白いなっていう位置で打ってるんで、あまり入れることを、シュートが入ることはあんまり期待はしてないんですけど、そういったシーンがすごく惜しいとこに飛ぶんですよ。ただ、惜しいとこに飛ぶだけで入らないんですよね、ディバラ。僕の体感ではね。なので、そこがすごくね、もったいないかなと思いました。ここのシーンとかも。まあ、抜けて、ここもね、決めてほしいんですよ。まあ、理想としてはね。だから、ここを、まあ、おそらく決定力のなさっていうよりも、 まだ決定力が足りないなっていう感じですね。まあ、ここら辺を決めてくれれば、よりトップティアの選手につながったのかなと思いました。まあ、こういったね、あの、確実に仕留められるシーンは、あの確実に仕留めてくれるなと思いました。ここもね、こういうところドリブルも持ってますし、まあ、ここら辺はね、ちょっと無謀に <laughs> 強引に行き過ぎた感じはありますけど、ね、ここもね、メンディからの、 まあ、ラッシュフォードが中にいて、一度アシュリコールに戻して、ダンカンラッシュフォード、ここでディバラですね。このシーンもね、惜しいんですけどね、やっぱ入んないんですよね。まあ、今回ね、なぜ苦労したのかな、あの、レビュー取るの苦労したのかっていうと、ことごとくシュート外しました、この選手は。まあ、こういったね、あの、もうあそこのボックス内のシュートは確実に決めてくれますが、そのプラス A 要素のシュートっていうのが、 全く入らなかったた印象でしたこういうシーンはね確実にあの左足で打てば決めてくれますただ右足の精度に関しては決して打たない方がいいかなとは思いましたうんあまりいいものではないですね全然あの物足りない あのストライカーとして奥にはかなり物足りないだろうなと思いましたあの両足で打たなきゃいけないシーンって確実に出てくるのでそうなった時にねこのシーンとかもねあのまあいいシュートは打ってるんですけどおそらくシュートスタッツがある右利きの選手でしたら入ってたと思いますここもねあの惜しいですねこういうシーンが多かったなで、えっと、全体的に言えることは非常にね物足りなさが全てにおいてあったな っていうのがあって、まあ、ここも決定力なんですけどペースもやはりその超一流のまあ、それこそロペンみたいなもうスピードタイプのウインガーと比べたら確実に劣りますでシュートもやはりその、まあ、さっき使ったスワレスみたいなタイプとザストライカー的なタイプと比べたら劣りますで、えっと、ここのシーンねドリブル見てたんですけどあのこの時はフィニッシャーつけています ディワラでね、ドリブルしてたら相手に手られちゃったっていう。あの、フィニッシャーにつけた時はね、本当にもう完璧でしたね。あこれがまさに自分が好きなドリブルだなと思うぐらい、あの、違いは分かりますね。ただ、その分、あのスピードは落ちるので、そこは好みだと思います。ここのパスとかも素晴らしいですね。まあ、パス制度に関してはね、すごくいいものは持ってました。ただ、あの、逆足3なので、右や利きの時のパスっていうのは若干不安なシーンもありました。そこはすごく残念でしたね。 まあ全体的にね、中途半端な選手でしたね。ここもね、やっぱり、まあ、それこそスアレスだったらあそこ決まってたと思います。右利きでね、あのシュートスタッツがある選手。で、えっと、トップ下としての動き方も正直ジェネリックで、あまりひでるものはなかったかな。うん そのスペシャルワンと呼ばれる存在にはかなり遠いかなあの。ゲームの能力を変えられる選手かというと、そこまでの選手ではないかなと思いました。かなりね、物足りないシーンは多かったです。まあ、ここはいいパスですね。うん。まあ、弱くはないんですけど、結局、ストロングポイントという、あのストロングポイント、強みっていうのが彼の場合はなかったので、まあ、逆足といいスキルも中途半端ですし、 スピードもここは素晴らしいシュートでしたけど、スピードも中途半端ですし、このパフォーマンスはかっこいいですね。スピードも中途半端で、シュートも中途半端、すべてにおいてね、70点みたいな選手だったので、物足りなさありましたね。ここちょっと最後、惜しいシーンでしたか。終えていきます。では、最後、ディバラまとめていきます。現在、作成コストが20万コインですね。まずね、コインに対して見合ってるかという値段を話すと、まあ、見合って リンクと、まあ、スタッツを考えると20万出す価値っていうか出してもいいカードかなと思います。で、えー、とこのカードに関しては、まあ、最近僕レビューで選手はあまりねここまで。 まあ国評というか合わなかった選手がいなかったのであのあくまでもね僕の意見だっていうのは一つお伝えしたいです僕の意見でいろんな方々が実際に多分ディバラのカードに関しては使っているのでいろんな方々の意見を参考にしていただきたい上で聞いて いいたたただきののでですすがこの選手はは僕には合わなかったですあの実際にこれこのカードをレビューした後にこの選手を作りたいかと思うと全くもって作りたいとは思わなかったですね。あの理由としてはどのスタッツにおいても本当に70点から80点という選手で例えばハンターをつけた時に。 まあここのねフィニッシングだったりシュートスタッツっていうのはまだ物足りないなと思いましたまあこれがね逆足も関係してくるとは思いまして彼自身のねもともとて言うんですかね選手のタイプ的にあのストライカーとしてはかなり物足りないなと思いましたでえっとトップ下としてのオフザボールの動きもなんかね微妙だなと思いましたねあのなんだろうねスタッツ的には言えないんですけどこれは本当に肌感的なものになっちゃうんですけど試合にいて空気だな と思いましたディバラに関してはねもうブルーノのトップ下とか置いたらうわこいつの攻撃組み立てる時全部ブルーノ経由じゃんみたいな現実のマッチェスいイナイみたいな感じになるんですよブルーノのカードってただディバラに関してはそういうタイプの選手ではないのでトップ下に置いても空気だなと思いましたでサイドで置いた時にのことを話すとやはりねここのねペースもちろんね97あるんですけどどちらかというと多分ね彼のボディタイプ的にあの身長がね まあ中途半端なんですよ、ね、177cm で、小さくもなく大きくもない選手で、あの走り方にも特徴があるわけではないので、やはりロッペンとかみたいな、あのウィングタイプの選手と比べちゃうと、物足りなさっていうのは絶対的にあります。で、えーとまあ、全体的にね、特徴がない選手、まあ、スタッツはね、すべて日本において、高水準にあるんですが、一つ飛び抜けているものがないせいで、逆に弱くなっちゃう。 逆に弱くなっちゃうというか使いづらいなと思う選手でしたね。まあこの選手ね、高精度を持っているんですが、6辺と比べたら、あの僕6辺で高精度打ちまくってるんですよ。楽しいんで。で、6、え、辺、っと、の場合は入るんですよねあの。で、今回リオラの場合も相当10試合ぐらい使って相当打ったんですよ。合わない選手なので、あのレビューの時に合わない選手っていうのは比較的多く試合数こなすようにしてて、で、えっと、相当打ったんですけど、やっぱ入んなかったですね。あのここまでのシュート2つあるんでね。 で、えっ、ー、と、じゃあ、誰が作るのおすすめですかって言ったときに、えっ、ー、と、ロナウドのリンクが必ず必要な選手で、クワド,ド,ドラード以外のオプションじゃなきゃいけない人かなと思いました。まあ、今回、ケディラ使ってても、めちゃくちゃケディラはね、もうダメですね、あのカードは。あの、スピードが物足りないですし、あとは、えっ、ー、と、まあ、基本的にロナウドのリンクが絶対的に必要で、サイドに置く場合、正直、中央に置くのと、 置くのであればもっといい選手はいっぱいいると思います。ブルーのであったり、まあ、ジョアフェリックスとかの方が全然強いですし、使いやすい選手かなと思いましたっていうのが感じかな。まあ僕の意見ではね、正直微妙だなと思います。あのおすすめかおすすめじゃないかっていう話をするとおすすめではないですね。あのうん、微妙です。<laughs> すごい微妙だなと思います。まあでいろんな人の意見を参考にしてみてください。で、えっとリーガに関して。 理じゃないですね、セリエですね。セリエに関しては他のオプションについて見ていきます。まずストライカーとして見ていく分には、まあ、ディバラのスリースターウィークフットっていうのは確実に弱点になってて、ラウタローのカードであったり、まあ、ラウタローのフリーザはね、もうディバラのおかげで、ディバラのおかげ成果で、えっ、ー、と、まあ、値段がね、15万ぐらい上がりましたけど、このカードはめちゃくちゃに強いです。あの、 まあ20万でいわらに払うのであれば40万出してラウタロー。まあ、SBC なので一概に比較はできないんですけど、ラウタロだったりこのメルテンスのかのかなり強いです。ここら辺の選手、まあ理想はね、ロナウド・リベリーだと思うんですけど、ここら辺の選手がいいと思います。 で、えっと、トップ下というポジションに関しても、アレハンドロ・ゴメス。このカードもね、僕はね、めちゃくちゃ好きですね。この選手のね、ボディタイプといい、ドリブルの仕方、スピードといい、本当にザ・ドリブラーっていう感じで、ね、なおかつシュートも打てて、スピードもあるので、かなり使いやすいカードですね。僕はこの選手のカード好きですね。で、サイドアタッカーになると、あの、ロザーノのこのカード、まあ、86のカードでも十分強いです。めちゃくちゃに強いカードだったり、 うんあの,他のオプションが、ね、すごく多いのでインシニアのこのカードもすごく強いカードではあるので、まあ、安価でいい選手が多いんですよ。まあ、ただ、これらの選手、今紹介した選手はロナウドと緑ケミスリの選手は誰もいないのでそこを、ね、どう考慮するかっていうのが1つ焦点になってくると思います。ロナウドとの緑がもうそれでも欲しいっていうのであれば作ってもいいと思いますが正直、クアドラードとかぐらいかなもうセリエで本当に緑と思う選手は。 ぐらいしか今現状あのアレクサンドロのねこのイーシャルのカードは強いんですけどまあ SBC ではあったのでうーんまあこうアドラード買うのがベストだと思うなそれでもうワンリンクポルトガル人で誰かつなげて使うのがベストだと思います僕はという感じですねでぜひあのいろんな方コメントしてみてください多分作った方々も見てくださってると思うので自分自身の使用感コメントなどしていただけるとあの他の方に参考になると思うので とても助かるのでぜひお願いいたしますという感じで終えていきます。ぜひ質問コメントなどありましたらあのください。あのすいませんあのさっきのスワレスのレビューの質問コメントは返してないので今から返します。でこの先のレビューの予定としては何も予定はしておりません。まあ、適当にねまたレビューできたらなと思います。ゲデスはどっかしら今週上げたいと思っています。まあ社のコンテンツ次第でっていう感じで今日も見ていただきありがとうございます。あの遅くなってね。 大変申し訳ないです。ではまたありがとうございます。